はい、こんにちは。今日は何ですかね。今日はなんかね、ジンベエの船長岩崎凛太郎が、はい、なんだかあの台場さんの番組でシロアマダイというね、非常に珍しい魚釣ってたんで、はい、あ、俺も釣ってっていうか食べてっていうのがあって、はい、こうジンベエ、はい、ジンベエ海鮮のアッコマークがジンベエに乗ってます、はい、で僕は僕なりに自分の道具で釣りたいんで、メバル用なんだけどサビアにな、ナッツジグのこれヘビーゾーンのやつだけど 25g のこれぐらいはちょうどいいかなって感じなんで、はい、まあ、ちょっとこんなタックルで釣れるかどうかわかんないけど遊んでみます。はい、お願いします。はい、これ水深 30m ぐらい。そうですね、大体32-33が多いですね、うん、ちょっとキャストして、うん、まあ巻くだけで基本釣れるルアーなんで、巻くだけの釣ってやってみます。これはアルファス、これは出たばっかりのね、はい、アルファス SV スプールの TWアルファス SVTW、 どこにか、ここに書いたんだ、 SVTW で、ラインがラインは、これはオードラゴンの06かな、うん、四つ編みオードラゴン06、リーダーが、3号、あ、つまり僕がボートメバルやる時のそのままでこんなんで白浜台大丈夫なのかなと思うけどまあまあ大丈夫でしょうって0.65 の P はまあ使いやすいっすね。あ、そう、はい、うん、まあ06なんでもやれちゃうもんね。そうですね、うん、一番いい感じ。お、着底。釣り方分かるわけないじゃない、初めて釣るのにそんなもんまだ聞いてないですけど、あ、そう、教えてください。いや、私、まあ、釣り方教えてくださいったってね、初めての魚だから。とりあえず、もう僕の場合ジグだの、ナッツジグだから、こう、まあそこの魚らしいので5回巻いてクラッチ切って最弱点、ね、簡単。船流れてるからね、風で。はい、止まった。ここでまた1、2、3、4、5、こんなスピードか、もうちょっと遅いぐらいの方がいいかなって感じだね。高活性の時はね、かなり根魚も速いスピードでも来るけど、まあこんなもんが平均的なとこかな。平ら場に近いね巻くだけの簡単な釣りですね。巻くだけで、平ら場より多少やっぱりジグなんでね、ルアチックな要素も、例えばこういうここから止めて水平にさせてもいいし、まあ、シロアマがどうやって食ってくるのか分かんないけど、まあ普通に僕が根魚釣るときは追わないんだったら、ここからこうリフトして抜きながら竿で追っかけていくんです。で再着底したらまたリフトして、でウエイトをこう竿でコントロールというか支配しながらこう下ろしていくと、まあ、旗なんかはガーンって食ってくるよね。さあ、何が釣れるんでしょう。そうですね、まあ、最近多いのはやっぱり ESO はもう特にオフショア出たら、こういうとこ来たら絶対つきもんだよね。はい、そしてこの船の記録はレオンさんの70センチです。あ、僕が記録なの。はい、あれでかかったね。でかかったっすね。あれはでかかった。よし、来た。でかエソ？ビッグエソ？もう、旗じゃないよ。でかいこのエソ。記録魚です。これ、でっけえ。なかなか、このサイズはさすがになかなかいないよ。これでっけえよ。ビッグオーモンかと思ったらビッグエゾと、ビッグ ESO。 二の腕ありましたね。
うん、あれは食べたかったもん。あの時逃がしちゃったけど。今ここ水深30m、今多分 50m ぐらいキャストして、そこ取ったらライン角度こんなもんだな。少し斜めになってるね。まっすぐ下に下ろすがいいのか、少し斜めに投げといてこう巻いて誘う方がいいのか、その2つぐらいしかないんじゃないかな。それも 30m だからできるんだけど、50になったらもう投げても無駄っていう、ほぼね。投げて巻くだけ。魚がいれば絶対にゴンゴンと当たってくる。それがナッツジグ、それがナッツジグ。ふざけるのやめよう。魚に食い気があるかどうか分かんないんで、とにかくこうやって、あ、当たった当たった。やっぱ巻いた方が反応いいみたいな。終わってこない。もう一回落として、これでチェイスしててくれれば次の巻きで案外ガツッときたりする。正体は分かりません。エソが多いからね、大体そこが砂地のとこは。そうですね、ここも多いですね。多いね、はい、絶対鉛筆エソの可能性大。エソ100、糸より10。エソ100、糸より10？ 白浜1。白浜1？ なんちゅう釣りだ。あーたた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 たよっ。あーちょ、大きくないぞ。なんだ第1号。おー、いきなりですね。早かったっすね。まあこれはでも20センチ歩かないかぐらいの、なんだろう、あんまり暴れないし。エソかな。お、エソだろう。ほら、見た、みんな期待通りだった。もう本当にもう期待を裏切らないね。これを100匹釣っていきましょう。これ100匹に白浜で1匹。はい、よし、頑張ろう。持ってる人しか釣れないんで。おお、よし。ほとんどバーチカルの釣りになってるね、今真下ぐらいの置いて5、6回巻いてはまたボトムの繰り返し。もうほぼ単純にそれだけの釣り。大毛旗なんかだと この状態で15回は巻くんだけど、今日は大毛旗狙いんじゃないので、あのだいたいそこ付近で生活してる。お、ああ今巻き始めに当たったけど、あ、来た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 、ああ、ここでフォール、エソかな。アマダイってあんな当たり方する？結構ガツガツきますね。離しちゃうよすぐ。ああ離します。離すんだ。はい、糸よりも離します。ああじゃあやっぱりカニかなんかをこうカン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 って噛むような、そんなの食い方するんだな。なるほど、ズボッと吸い込むわけじゃないね、この魚。うんですね。じゃあ今の本命の可能性あるじゃん。はい。おお。1/100。1/100。すごい。わずか 1% にかける男たち。おお。まあ、お、また当たった、乗らない。1% っていうのは数字なんだよ。ね。トータルの平均の 1% ってことでしょ。そうですね、うん、人によって変わるよね。ああ、まあそうですね。持ってるか持ってないかでね、はい、釣りってそうだもんね。はい、初めてルアータックルを手にした女の子が一発で釣ったりするもんね。そうですね。それでも 1% だな。はい。ああ、悔しいな、当たったけどな。何だったんだろう。ドスッと来い。が、肩に力が入ってる。のんびりやりましょうか。肩に力が入るといいスイングできない。で、こういう、なんでこういう話をするかというと、ルアーに殺気を送らないようにしてれば。
とにかくナチュラルで、お、来た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 、あ、作戦が効いてますね。さっき送らない情報聞いてるぞ。聞いてますね。ただちょっと噛み方がね、運が悪いだけど、めったに釣れない魚だって聞いたけど、はい、こんなそのガッガッガッってあっって乗らないあたりってのは結構あるもん。あると思いますけどね。あそこで合わす、あ、当たりがすごい出る。そんなに出るんですか。うん、巻いてる途中でガッってなってる。どうしたらいい。結局、下についてるはずだから、ちょっとリフトアンドフォルトにして。巻きがいいのかリフトアンドフォルがいいのか全くわからないままに、まあ巻いて当たりバイトが出てんだから巻きがいいとは思う。スーッと上がっていくものに対して反応するのかもしれないね、マダイと同じように。まあ、魚が何だか分かってないんだけど、当たってるの。でも少なくとも鉛筆かますじゃない、かますじゃないや、鉛筆エソ。なんだ、ナッツジグのね、25g クロアビ。なんだこれ、叩かないからリンちゃん、あ、やつじゃないぜ。何でしょうか。叩かないもん、これ重たいだけだもん。最初はウニョンって言ったけどね、その後はこっち行ってた、多分コウイカとか。コウイカ。さすが、そんな謎ジグ。お、横に走ってるんですよ、これ。ほら。ほらほら。なんだこれ。餌のでかいやつ。コブ？ああ、本物本物。本物本物。これ、シロアマダイですよ。シロアマダイですよ。これ何これ。レムさん。レムさん。これが幻のシロアマダイですよ。コブだでしょ。いやおー、すげえ。嘘じゃん。いや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 。ほら。いや、すごい。でかいね、しかも。いや、おかしいな。なにこれ。これ。いきなり来ちゃったじゃん。いきなり来ましたね。皆さん、僕さっきも言ったと思うんですけど、うん、この魚、持ってる人しか釣れないんですよ。は？持ってる。持ってる。持ち持ってる。いやー、嬉しい。いや、シロアマダイを釣りたいなーって乗ったんだけど、あ、じゃあまともな魚がね来た。さっきまで鉛筆エソだけだったんだけど、いいの来たぞと思ったら本命だ。これめった釣れないんだって。しかも結構大きいんですよこれ。結構大きいね。大きいですよ。めったにってどれぐらいめったに釣れないの。まあ、うちで本気で狙って3回に1回ぐらいです。3回挑戦して1回ぐらいしか釣れない。そうです、大体僕が釣ります。あ、お客さん釣ってない。釣ってない。いきなり釣っちゃったよ。さすがだ。すごいな。すごいな。2のシード42さん。これシロアマダイの42さんってどうなの。まあ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 いいサイズ、うん、十分食べ応えがある。うわ、よかったね。今日の今日はもう飲みましょうか。今日もねえ、あったかできたね。はい、黒アワビ 25g の黒アワビ、そこから巻くだけ。ただ巻いてたら小巻きぐらいでグワッて
おおすんげー、やっちゃったよ。こんなとこかかってるよ、危なかったね。これ何がかりって言うんだこれ。うわあ、もうなんか先っぽにかかってくる。すごい白浜です。この浜違うか。産地直送ですよ。どこ行くんだ。これをさばいてもらいましょうか。おで これこいつでいっぱいやると最高だね。最高っすね。最高だね。白浜鯛とは鱗を食べる魚と言われておりまして。鱗食べるの。鱗食べるんですよ。見たことあるけど、代表的な松笠揚げっていう料理。あ、昔食べたことあるな。あのサクサクジュワっていう感じですね。うー、ただしですね、これもっと実は上がありまして、そいつを今日は調理法が上ってこと。はい、あもう 見栄えも上ですね。そりゃ楽しみだ。極上いただきましょう。よし。このね、臼杵の町のね、商店街のこの通り大好き。いいよね、風情があって。そうですね。この丸政とお醤油屋さんだったっけ。何屋さんだったっけ。何でしょう。いいね、この店構えが。なんか本当旅行に来た感があるよね、臼杵のこの商店街。これ何屋さんだ。これは何でしょうか。呉服屋さん。ああ、なんかもう、はい、ちょんまげ刀あってもいいくらいだね、こう歩く人は。ねえ。モーミンカフェです。みんな友達ですよ。みんな友達なの。はい、お休みって書いてあるよ。久しぶりだね。誰かと思った。こんにちは。幻の魚釣れたけん、これ食べようかな。レオンさんとね。今から食べに行きます。覚えてますか。もう多分2年ぐらい前ですよね。ここでカレー食べたんだっけ。うん、とあと、うん、上でアジングじゃないなんか表彰式をやって。上でやったんだ。やった。それ多分それ。やった。その時だ。ブリ。表彰式のゲストがレオンさんだった。そうそう、2年。1年半ぐらい前。なるほどなるほど。そっか。そっか。いやもうこの看板取りたくてこう近いです。行ってきます。楽しんでください。臼杵来ると居酒屋一日で絶対帰りたくないんだよね。あ、そうですね。本当回るところが多くて、うん。釣りだけして帰るにはもったいない町だって。ね、こっちも。おお、はい。もう城下町だよこれ完全に。白毛の。そして今からこいつを。持ち込むお店があちらにあると。素晴らしい。これは白。おー。こんにちは。毎度これで申し訳ないです。これがただ仕事になるのか。ないものは何にしましょうか。生ください。僕は生っぽいやつで。ぽいやつで。飲まんのやつ。飲まんのですよ。じゃあノンアルで。それは何。まず刺身ですね。白甘鯛。おうん、美味しいの。美味しいですね。うまいの。やばいね。すげえな。超高級なお刺身、食べてます、ね。
わー、綺麗だね、でも皮膚がね。何を歌ってるんですか。これ、リンちゃんが出てる。あ、これです。これ、はい、すごいね、これ。どうなってるの、皮だけ別に。なんかまずカリッといきたいじゃね。そうですね。甘鯛のこれ鱗付きだよ、これ見える。いただきます。なんだこのカリカリ。鱗うまっ。これね、言っとくよ、みんな見てる人、釣らなきゃ食えないから。まず釣りましょう。美味しい。それが難しいんですよ。これが酒蒸し。あ、うまっ。うまっ。いちいちうめえよ。めちゃくちゃうまいっすよ。食べます。見てください、この